皆さんこんにちは。ウェーブウェーブの1対3、3人側の方でやっていきたいと思います。最後まで生き残るのを目標に頑張りましょう。これね、生き残った試しがありません。はい、あーダメだはい、あーこれ終わる。あいやでもこれ達人側って結構ジャンプより中途半端な波で落とした方がいいのか。これ達人側のやつ研究するのはいいな。ありだ。あー負けましたね普通に。あこれこの戦法いいね。これ次からやりますってことでもう一回やりましょうね。あのね大きな波をね飛び越えられるようになりたいんですよ私は。ほいあれダメだ。ほいほいあーはいあーダメだやり直します。さすがにさすがにやり直す。はいはいはい、あダメだこれ。やめてやめて、あーやめて、下手すぎる。これ最後まで生き残るって無理では。ほらほらほい、いいぞ、ほらほら、あじゃあダメだ。はいはい、あダメだ。はいはい、あだだだだだ、やめて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 、あデイジーめー。ちょっとじゃあ次ゴリラ。あゴリラじゃないか、ドンキーコングって猿なんだっけ。ほい、でもジャンプできるようになってきた、なってきたなってきた、あなってきたなってきたのに。大きい波かちっちゃい波かを見分けられるようになるべきだこれは。ほいほい、あダメだ。おほら、うわーなんか心なしかドンキーの波でかくない。ほらほい、あーはいはい、あれジャンプしたの。ほう、あっきついきついきつい、よいしょ、はい、あはいはいはい、あー難しい。はい、でもああトキちゃん強すぎるわね。ウィナー、これは道のりが遠いで、いやこれ生き残りたいな。ほい、あっ、ほいほい、あ大きな波、オッケー、大きな波、あーダメだ、おい、おい、はい、き、あーダメだ、はい、いやいやいや、ジャンプ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 、こんなちっちゃい波でも飛んでいくんですね。マリオさん頑張って、あダメですよこれね。あすごい勝てるかも、あ勝てる、もう勝てた。程よく波に当たる方がいいのかもしかして。全部避けられるわけじゃないのかもしかして。あーおいおい、あいや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 、はい、はいはい、あジャンプのタイミングが遅いのか。さっきの波どうやって作った？すごい速くない？波の連鎖が速かった。ほい、あみんなこれどうやってんの？なんかコツとかあります？ほいほいほい、あそっか、いや、やっぱ早めだな、早め、はい、早すぎた、はい、あどんどん分かんなくなっていくわ。ええ、有識者、有識者の方コツがあったらマジでお願いします。はい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 、あこれだんだん流れてくの。でもはい
動いてなくてもだんだん流れるんだ。あ、まずい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 、はい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 、お、いい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 ぞいいぞ、やった。今急に分かったよ。なるほど、あれだ、ヒップドロップのタイミングを見ればいいんだ。ちょっと一回、もう一回証明するためにやるね。一番前まで行ったらヒップドロップのタイミングで、あ、前まで行かないと意味がない。あ、前まで行かないと意味がない、前まで行かないと意味がないんだって。はい、あ、ちょ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 、早かったね。今のは早かった。はい。あー、ちょっと待って。はい。危ない。よし、勝った勝った勝った。でもそういうことよ。こういうことです。分かったかどうか分かんないけど、私はコツをつかんだ。これはもうちょっと修行の余地がありそうだが、これね、3人側で勝てるようになったら、1人側でも結構、こう、あの、どうしたら嫌なのかとか分かるようになるかもしれん。ってことで、終わります。お疲れ様でした。